去年の台風15号を踏まえた水源の対策を協議するため、今日有識者や市民が台風で被災した静岡市の取水口を視察しました。現場には今も台風被害の傷跡が残っていました。興津川の取水口に来ています。こちらに台風の時は土砂や流木などが流れ込み、大規模な断水につながりました。静岡市清水区の正源寺取水口は台風15号で被害を受け、最大で6万3000戸以上で断水しました。今日は今後の水源対策を検討するため、有識者や市民で作る水道事業の協議会の委員が現地を視察。台風の影響で曲がったパイプなど今も残る被災状況を確認しました。どんな状況になっても水を使うことができるっていう、そういう状態を維持していくことが大事なんじゃないかなというふうには思います。協議会では今年度中に台風15号の被害を踏まえ、清水区の水源対策の案を審議する予定です。